じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずチェックインできればと思うので、この今日明日の、特に僕何か前もってみんなに言ってないんですけど、まあ、何するのかなみたいなことを思ってると思うんですけど、今心の中にあるものというか何を持ってるのかそれぞれ吐き出して、少なくとも今日の16時半までここの場でやるので、その6時間ぐらい集中できるように一旦ここで、吐き出してチェックインしてください。山ちゃんからお願いします。はいはい。僕は結構しっかり寝れて、で朝起きてたので、体調は全く問題ないですと。でお昼は近くのほうとう食べ行こうかなというふうに思ってるんで、まあ、午前中1時間ぐらいしかないですけど、1時間15分しかないですけど、まあ、集中していければなというところと、この今日と明日の、明日の9時13時で一旦プログラムとしては終える予定なんですけど、この2日間で何かサービスを作るとか、仕事の進捗を確認するとかじゃなくて、もうその前提のところの個人の内省とか個人の振り返りとか、そういった昔を振り返りながら、で未来の、住んで埼玉じゃなくてそれぞれ、これからの自分っていう未来を想像しながら、でその上でじゃあ今、昔振り返って未来想像して、じゃあ今何をするのかっていうところを、個人として落とし込んでいって、でそれがひいては法人としてのものにつながればいいかなというふうに思っています。だから今日はね、特に、僕が教鞭を垂れるとか何か言う場じゃなく、それぞれがそれぞれの20年だの30年だのを振り返ってみて、でそれがなんか共通項を発見したり、あ自分ってなんかこういう時にイライラしたり、こういう時にモチベーションが下がったり、逆にこういう時になんかこう頑張ってたなみたいなものを振り返って、昔をまず探ろうというのがこの午前のテーマなので、一人ですね1枚紙をちょっとお渡しをするので、真ん中にこう線を引いて、ここが生まれた時0歳で今の年齢エイジを書いて、まあだからここら辺が南さんだったら、まあ、ここら辺が例えば20歳みたいな、うん、あそれか、まあ、最初の6歳ぐらいまでってあんま記憶ないと思うんでここ短めでこっち長めでもいいんで、うん、まあ、要するに小学校入学した時、中学校、高校、大学で社会人になって、ただ南さんだったらベトナム行ったタイミングで戻ってきた、で住んで埼玉入ったみたいな、この時間横が時間軸で、で縦軸はモチベで、ここがマックスに高い時で、こっち低い時で振り返ってプロットしてください。小学校の時とかどうだったのかとか、で中学校の受験の時小学校どうだったのかとか、で大学受験ミスったとか、で社会人に入って1年目の子バリバリやってたとか、で年職ちょっと悩んだ時期あったみたいな、で住んで埼玉入ってからどうなのかみたいな、これをこうやってでなんかうねーってやって、ちょっとその人生を振り返って、今までのそのモチベーションというかエネルギーがあった時、こう下がっちゃった時、僕もすごい高低差あるから、なんかねそれをちょっと振り返ってみて、つないでみて、それぞれのエピソードを書いてもいいし書かなくてもいいんですけど、それをみんなに喋る、なんでワークとしては20分30分時間を、与えますんで、それで内側の振り返りという、でそれをやって、それをみんなに共有を発表する、でルールは、ここで話した内容とかは、ツイッターでも言わないし、これから入ってくる新入社員とかにも言わない、だからもし言いづらいようなこととかがあっても、ここの5人の中の秘密にとどめるので、なるべく、さらけ出せる範囲でもさらけ出すというようなことをやって発表して、でそれぞれが発表終わったら、それぞれ質問して、
で、そこの時にどういう気持ちだったのみたいなことを言う午前にしたい、うん、です。まあ、じゃあ大丈夫、大丈夫です。じゃあ一旦24分ぐらいタイマーで、よいしょ、止めると